皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマはずらすという視点を持つというお話をしたいと思います。ですね、いろいろな、教室業種業態とかあると思うんですけれども、一般的に、例えばそうですね、私の場合はパンだったから、パン教室っていうふうに考えると、公募で分けるとかですね、製法で分けるとか、そういうことが一番多分教室の種類としては多い内容だと思うんですよね。で、あとは材料で分けると、そうですね、低糖のパンのクラスとかだと低糖があるとか、そういう部類でおそらく分類されていくと思うんですよ。だけれどもずらすという考え方を持つと、その教室のコンセプトが際立つというか、同業他社の中に埋もれずに目立って他の方に探してもらえる、お客様、欲しいお客様にピンポイントで探してもらえるという可能性が高くなるので、ずらすっていう視点を持つことをお勧めしたいなというのが今日のお話です。例えばできるできないとかは別として、アイデアベースでのお話をしていきたいと思います。ずらすっていう観点がどういう観点で考えられるかっていうお話ですね。ずらすっていうことは、いろんなものをずらしていくことができます。例えば場所ですね。場所がものすごく自分が出店しているというかやっているエリアが、競合他社が多すぎて入れ食いで大変って言ったら、そこから離れたところでできないかっていう、求められている場所で開業できないかとかを考えるとか、あとは出張レッスンとかでやれないかとか、出張レッスンはコストがかさむのでね、ちょっと内容的なものとか体力的なものとかもきついので、考えなくちゃいけない部分はあるんですけど、それによって単価が高くても欲しい人が届くというのであれば、必ずしも自宅から動かないっていうことにこだわる必要がないっていう場合があったりします。あとは例えば時間とかですね。通常レッスンっていうのは、誰を呼ぶかっていうことによっては、当然普通は一般の、主婦の方だったりとか、お母さんとかっていうのを呼ぶって決めてれば当然そういう時間になっていくんですけれども、例えばむしろ夜の方がありがたい、都内の立地を持ってる方とかだったら家族の OK が必要にはなりますけれどもね、 OL さんとかっていうと仕事帰り、ちょっと疲れて、帰る前にご飯家で作るの大変だし、だったらご飯も習ってついでに食べられちゃうと嬉しいなっていうニーズはやっぱり夜の方になってくるので、時間をずらすっていうところは夜っていう感じになりますよね。あとは私自身はやってないんですけれども、朝のもしや教室っていうのも今後はありなのかもしれないです。ライフスタイルが朝方に変わってる方とかも非常に増えてきているので、例えば6時から8時のモーニングパン教室とか、そういうのももしやご本人が嫌でなければですね、あり得るのかもしれません。だから時間をずらすっていうところも考えるべき内容の一個だったりしますね。あとはそうですね、お客様の層ですね。今持ってるお客様の層ではない方を集客する、いろいろな考え方とかはあると思うんですよ。例えば旅行会社とかですごくヒットした旅行会社で、障害者専門の旅行会社とかあります。それはもうそこだけに特化してそういうサービスを展開するっていう、そういう内容ですね、決めてお客様が実際に来ているというモデルとかもありますので、その場合にはお客様をずらすっていうことになりますよね。旅館再生の授業で星野リゾートっていうところがすごく成功してるんですけども、星野リゾートっていうのは、そのなんていうのかな、現地のスタッフに裁量権を結構渡してるんですよね。こういう体験みたいなものをするこのホテルのイベントに組み込みたいとか言うとね、社長がその若手の意見とかを割と採用して、確かどっかだっけ、青森かどっかでしたかね、苔とかの見るウォッチングのツアーみたいな、
そういうのとかもなんかあったような気がしましたね。ちょっと変わった体験ができるような、そういうのも裁量権を持って OK 出してたりとかする。そしてそこに人が集まるっていうことですね。だから今はお客様っていうのは物そのものよりもこと体験っていうことを重視する傾向にあるので、おそらく教室の、メニュー作りの観点もだいぶ昔から変わってきてるんじゃないかなと思います。だから今はじゃあ体験の部分でどういう体験ができるとお客様って喜ぶのかなっていうところからメニュー作りをする、ことの方の公募がとか製法がっていう方ではなくて、お客様のできる体験の方から組み立てるとおそらく集客しやすくなってくるんじゃなかろうかっていうふうに思いますので、そんなこともアイデアの一個に取り入れていただければというふうに思います。それでは。